したと続いています。難関の3名前に上がって、まずは5番の伊藤を抑え込みました。難関勢の後ろ4番の本間も続いています。誘導員の後ろ並走の状態のまま、残り600の鐘を迎えて、ここで6番の渡辺前に出ました。5番の伊藤は下がっていって、ここは5番手まで車を下げます。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周です。6番の渡辺が後ろのペースを見ながら、まだゆっくりとしたペース、後ろ2番の佐野がいて、その後ろ3番の藤田、さらには4番の本間が続いて、5番の伊藤は現在5番手、ペースを上げる6番の渡辺バックストレッチ。さあ6番の渡辺が逃げていく、2番手は2番の佐野、まくってこようという5番の伊藤ですが、4番手から3番手じわじわと上がってくる。4コーナーから直線、6番の渡辺先頭、追うのは2番の佐野、渡辺が押し切るか、外から3番の藤田並んできました。